皆さんこんにちは、こんばんはるです。今回はですね、前回の動画で SI サイトアプリといったアプリの話をしていったんですけども、そのアプリが iPhone、iPad 専用のアプリで、そのアプリを使うとゲームの動きが軽くなるというふうな感じで最近話題になってました。この話題になっている SI サイトアプリは iPhone、iPad で使用できるのですが、 RAM のメモリ開放をしてくれるといったアプリになります。そこで今回はアプリを使わないでできるメモリ開放の仕方を話していきたいと思います。今回の動画は iPad、iPhone 向けの動画になりますので、よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。まずはホームで電源ボタンを長押しして、画面に表示されているようなスライドで電源オフの画面を表示させてください。表示させたら、その画面が表示された状態でホームボタンをだいたい5秒ぐらい押しっぱなしにしてください。押したままの状態ですね。そうするとホーム画面に戻されると思います。で、ホーム画面に戻されたら RAM のメモリが開放されているというふうになります。とても簡単です。たったこれだけの簡単な操作で iPhone、iPad は RAM のメモリを開放することができます。次に話していきたいのが、 iOS 端末ではホームボタンが物理的にないといった端末もあります。そういった方向けのやり方を説明していきます。物理的にホームボタンがない場合は、画面上にホームボタンを表示させるといったやり方で行っていきます。画面上に仮想のホームボタンを作成するといった設定をやっていきたいと思います。それにはアシスティブタッチといった項目の設定を変更させるといったことになっていきます。早速やっていきましょう。設定から一般に入っていってください。一般に入るとアクセシビリティという項目がありますので、そちらに入っていって、こちらのアクセシビリティからアシスティブタッチをオンにするという項目をやっていって、画面上にホームボタンを表示できるようにしてください。そうしますと、最初に説明したようにスライドで電源オフの画面を表示させます。電源ボタンを長押しにするか、設定から一般に入っていってシステム終了を選択してください。そしてスライドで電源オフの画面を表示させたら、アシスティブタッチを選択してホームボタンを表示させたら、画面上にあるホームボタンを長押ししてください。そうすると、一番最初に説明したように5秒ぐらいホームボタンを長押しするとホームに戻りますので、戻ったら RAM のメモリが開放されているということになります。 RAM のメモリがちゃんと開放されているか、今画面に表示されている iMonitor というアプリを APP ストアからダウンロードして試してみてください。こちらの iMonitor というアプリを使うと、今画面に表示されているようにメモリーユーズ度ということで、今 95% メモリが使用されているということが表示されます。このアプリはメモリの現在の使用率を見ることができるアプリです。まずメモリ開放する前にこのアプリを開いてメモリの使用率を確認します。その後に、先ほど説明した通りの手順でメモリ開放を行った後に、再びこのアプリを開いてメモリの使用率を確認してみてください。パーセンテージが減っていることがわかるかと思います。確認できたら、このアプリは必要ない方はアンインストールしても構いません。ということで、今回は短い動画になるんですけども、 iOS 端末でアプリを使用しないで RAM のメモリを開放するやり方でした。今回は動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 YouTube はるチャンネルでは、今回の動画以外にもおすすめ商品のレビューをしたり、端末を軽くする設定や端末を軽くするアプリ、おすすめのアプリを紹介する動画も上げていて、再生リストでいろいろまとめております。 Wi-Fi を速くしたり、ゲームをするときにゲームが軽くなる最適な設定の方法など、様々な動画を上げてますので、ぜひ気になった方は過去動画もご覧になってください。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。